登場するのはこの方々だ。登場しました。歓声がすごいですけれども、すごいですね。またこの見た目の、ね、バランスがすごいですけど、すごい。改めてお一方ずつご挨拶をいただけますでしょうか。はい、はい、皆さんこんばんは。佐々木朝日です。イエーイ、朝日さん。皆さんこんばんは。元美容部員の和田さんです。いらっしゃいませ。和田さん、いらっしゃいませ。ありがとうございます。あ、岡山が歌う気づきの舞台くん、待っててね。和田さん、はい、どうも、おはようきです。おはようきです。かわいい。この YouTube ファンフェスの本番中に佐々木朝日さんと和田さんが、うん、マータソさんとヨキキさんにオリジナルメイクを施していただくステージ、こちらでございます。ということで、佐々木朝日さんと和田さんにはマートさんとヨキキさんのどちらをメイクアップするのかを私が持っています、こちらのカードで選んでいただきたいと思います。はい、この後ろに、興奮してる、興奮してる、名前が書いてあるので選んでいただきますので、じゃあちょっとシャッフルを、じゃあ一応ね、シャッフルして、はい、見えないように、これどっちがいいとかあんのかな。ひねくれてるんで、こっち、クロスで、クロスで、はい、じゃちょっとまだ見ず、せーので、じゃあオープンしていただきましょうか。はい、お願いいたします。どっちでも、それではいきますよ。はい、オープン、じゃじゃじゃん、じゃじゃん、うわアサヒさんがヨキキ、うん、はい、そして和田さんがマータソに決定しました。おー、まだ顔を見せないで。え、どっちが、え、ちょっと待って、え、どっちがどっち、ね、え、どっちも女の子じゃないね。え、どっちも女の子だよね、女性の。え、さあ、バースは、かわいい。さあ、どうでしょう。さあ、また隠して出るパターンね。隠しておりますよ。あ、こちらもなんか似たような感じで、お召し物がね、ちょっと美容部員さんチックな、確かに、どっちが和田さんがちょっと一見わかんない。でもなんか足綺麗。さあ、出てきた。さあ、どうだ。おー、かわいい、かわいい、あら、全然違う。え、かわいい。会場からもう悲鳴のような、今。いや、もうなんかまさかみたいな。なんかもうすごい、なんか裏でもなんかマジで本当にスタッフさんに、あ、佐々木朝日さんと間違えられてみたいな、あ、やっぱそうだよね、見てる雰囲気、こっちに声かけようと思ったって言われて、いやすごいなぁ思った。やっぱプロは違うなぁと思って。いや本当にすごい、この短時間でメイク一つでこう内面までも変われるっていうのはやっぱすごい力ですよね。本当にどうもありがとうございました。ありがとうございます。それは YouTube ファンフェスの本番中という短い時間でとっても素敵なメイクステージを作り上げてくれました4人に今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。